ワンマン財人志です。ニューです。はい、ということで、はい、今私たちはラボコネとは家が一番滞在しない場所、こちらラボコネの丘です。確かに、でもなんか居座れるぐらいラボ感があんまりないから、すごい甘い匂いしてる。めっちゃするね。で、あの私たち今普通のラボホじゃなくて、はい、お菓子のラボホです。お菓子のラボ、うん、そう、お菓子のお菓子のラボホ。わー、もうここ見たら分かるんですけど、うん、なんかもう廊下なんだけどね、もうこんな感じなの、はい、で、匂いもチョコの匂いしたりとかする、マジでそう。エッチなラボホとかよりはポップだね。そう、ポップエッチ、うん、そう、女子会とかでよく使う、ね、ああ確かに、らしくて、うんうん、そこでちょっと今回は女子会にしていこうかなと思います。はい、あ、第2弾ですね。騎士の女装がね、超人気だよ。TikTok、いや、あれはでしょ、あれはさ、うん、人気だよ。今は違えんだよ。今日はそのまんまの確かにって感じで、はい、ちょっと女装もしてイントレスも来て、ちょっとスタートしたいと思います。はい、それではやっていきましょう。じゃあ、はい、こちらに入りたいと思います。はい、失礼いたします。オープン、オープン、オープン。なになに、え、A なんだけど、やばっ、すごい。なんかここでどんなえ、でもそういうさ、エッチなさ、ホテルじゃないんじゃない？え、でもさ、すっごいさ、長年付き合ってさ、エンタメを求めた人たちは多分ここに来るわけじゃん。確かに。何するんだろう。だって枕もドーナツだよ。キングツリーだって、なんかボタンに押してみる。え、押して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 。え、動いた。はい、お気に入って。いらっしゃい。フィッシングツリーもあるらしいよ。ちょっと押してみて、スイッチ。あ、目開いた。みんな、今回は俺の祝儀をしてくれて、おおきに。おかしな、おかしな痩せ細った体で楽しんでってな。なんとなんと、ベランダもあります。いいですね。現実に戻ります。あ、びっくりした。あ、こっちの、ということで、ちょっとこの格好じゃ女子会ができないので、はい、今から素敵なドレスに着替えていきたいと思います。はい、せーの、はい。ということで、はい、ドレスに着替えました。イエーイ。かわいいじゃん、なかなか。いいよね。はい。ということで、今日のお部屋なんですけども、はい、スイーツホテル渋谷店ですね。こちらにお邪魔させていただいております。ありがとうございます。ドレスのポイント一人ずつ言っていく。はい。はい、リスクは。はい、姉ちゃんは鎖骨だし、はい、ルナドット柄、このドット好きだから、はい、はい、ということで今から女子会を始めたいと思います。イエーイ、楽しい、最高。久しぶりじゃない、久しぶり、ギスコ、ギスコ焼けたせ細ったね。うん、どうしたのさっき、なんか夜始めてから忙しくてさ。そうだったんだ。夜やめた方がいいかもね、それ。でもすごいブランド物とか。でも枝毛もすごいし、眉毛の種類もできてないじゃん。もっと自分に時間かけた方がいいよ。そうだね、ありがとう、久々に、うん、トゲトゲあるトゲということで、ここにケーキもいっぱいある。え、なんか悪くなったの。え、でもさ、一応女の子やもんね。仲良く行こうね。仲良く行こう。ケーキもいっぱい買ってきたので、かわいい、これを食べながら女子会をしていきたいと思います。はーい、はい、じゃあ何、どうしたの、ギシコ髪の毛が買いギシコ、どんな人持てないよ。あんた一番持ててたじゃん、学生時代。そうだよ、今水見たらびっくりするよ。ギシコはさ、ギシコ、え、彼氏とか今いんの。いるけど言ってない、夜やってるから。あ、そうなんだ。いるの、私たちまだいない。あ、いないの。でも、あの、彼氏ね、自分たちの磨きには時間かけるって、それが一番いいの。そうだよね、うん、食べよう、食べようよ、食べよう。何を食べたい。私、そのなんか、熊のさ、これらかみたいなの食べたい。リスクはどれがいい。いや、女じゃん、めっちゃ女の子だもんね。取り方もっとあるでしょ。バイバーイ。めっちゃ美味しい。美味しい。やっぱうちらさ、
ラブホしかないのかな、集まるところ。うん、うん、ね、可愛いところに集まりたいし、ね、確かに。なんか最近ないの、悩みとか。悩みか、彼氏いるんだったら喧嘩とかするでしょ。うん、何で喧嘩するの。嫉妬。どっちの。嫉妬っていうよりかはだらしなさかな。うん、どんなとこはだらしないの。やっぱうちすごい携帯依存症じゃん。うん、確かに。すぐ見ちゃうからさ、携帯。うん、やっぱ思うの、二人のうちの携帯依存症。めっちゃ思う。どうすればいい。逆になんで携帯ずっと見て、何してんの。何もしなくてもいじるときある。ゲーム多いよね、ちょっと。うん、癖。でも連絡遅いじゃないですか。早いよ。めっちゃ遅いよ。早いよ。早い。遅い。早い。うん。じゃあ携帯見ないでよって言われたら、なんかもううじく。でも直したい。じゃあいじんのやめなよ。嫌い、うん、モードとかにしてみなよ。それもまずい。どうすればいいんだろうね。二人の悩みはな。あ、もうどうでもくなっちゃった。うん、悩み。なんだろう。はい。好きがわからない。何か。ごめんね、ごめん。え、違うな、ほんとだ。一回って、好きってどういうあれで好きって思うんだろうっていうか、その普通に仲いい人とかあるじゃん、うん、と、恋人としての好きなのか分かんなくなる時がある。なんだろう。でも好き、いいんじゃない、こじらしときなよ。そうね、こじらしときよ。ちょっと甘えてみたいんだけど、人に対してごめんねとか言うの苦手なの私、うん、思ってるんだけどね、みんなどうやって甘えてんだろうって思って。甘えたい時、相手は素直なの、うん、甘えるの。泣きたい時は泣くんだよ。お前男やろ絶対、撫で方が男や。でもね、なんか今までの人は結構、うん、あの素直に伝えてくれる人が多かった、はいはい、けど私はあと、うん、みたいな。みんなどうなんですか。覚えてる範囲の恋愛は多分一回 TikTok でもあったけど、ルナが学生の頃のベタベタさを知ってるわけよ。うーん、彼とイチャイチャしてたとか、うん、そういうやり方がもう全くなくて。へえ、じゃあ相手が好きだよ。オッケー、ありがとう。でも好きだよって。あ、どう、何儀式は。うちめっちゃ伝えるからね。あ、そうなの。でも儀式確かにさ、うん、LINE の検索見せてもらった時もさ、うん、好きとか大好きの検索の引っかかり方異常だったよね。うん、うん、口頭でも1日30回は言うね。え、マジ愛おしいとか言うの。言うよ、寝る前は絶対愛してる。え、本当に本当に。どういう感じで言ってんの。おやすみ、愛してるよって。何それ。え、なんかいいな、愛情伝えるって。大事だよ。喧嘩しよう。いいよ、喧嘩しよう。笑ったらいけないんでしょ。いいよ、いいよ。笑ったら最近の言える範囲の暴露みたいなの。うん、だった。あ、そうする。いいよ、よーい、どん。でも普通に会話しよう。そうね。で、喧嘩する？うん？喧嘩する？うん？喧嘩する？出さなかったらいい？いいよ。第1ラウンド。じゃあ今のギルだからね。もうレッドカード出るからね。じゃあギシコ対ルナ。ルナの子同士だし。じゃあ一発かましてちょうだい。ギャー！マジで。それでは、よーい、スタート。髪の毛もっと切った方がいいよ。結構長い。ちょっとロンかも。
歯出してさ、笑わんからさ、ブサッと頭気にして。お願いします。バ僕ら